これ今どんなルールなのとか言ったらもううるせえよとかと思うんでしょ。絶対うるせえとも言わないし、すっげえ穏やかに言うけども、心の中では勘弁してくれと思う。でもやっぱ言えないよ。言えないと思う。それはさんまさんも同じこと言ってたら、言ってよって感じ。基本的にね、何にも言えないよ女の子に。だから要求とか野球見てる間は一人にしてくれってことでしょ。でも言えないよ、だって一人にしてなんて。じゃ邪魔しなければ横にいてもいいんですね。何をもって邪魔かだよね。そう、私もね本当にね中井さんと似てるかも。何をもってなんで、え、じゃあ何にも言わないから膝の上で寝てるのはダメですか。邪魔、いやいや、それだってこっちはこっちの時間楽しんでんの。超うるせえ。それは勘弁。何にも言わないで膝の上に座って2時間半の3時間野球をずっと目開けてるでしょ。やだやだ。じゃあ見てたり寝てたり本読んでたり。でもとりあえず膝の上って何だ。触れ合ってる方が別に一緒の時間過ごして違うことやってても、やっぱそういう人はやっぱほら触れ合うのが好きな人とやっぱ付き合うべきなんだよね。そうだ。え、いやいや、膝の上に女の子が乗るってことが考えられない。じゃあ頭ですよ、頭。お尻じゃなくて頭。お尻野球もうだってないってことで。お尻がここに来たら俺座椅子だよ。背中がこうやってそれはじゃすんげえ広い背中なの。そうですけど。とここで中澤さんと奈々さんのこれまでを振り返ってみることに。まずはマックスの奈々さんから。奈々さんデビューはが96ですね。95、ここだ。ボイスのベルファーレあったね。この VTR 俺歌番組よく見たわ。あ、本当ですか。ほんで、はい、でミナさん、そう、そこが分岐点ですね。そうだね、うん、ゾフィーがここで結婚した。そうなんです。どうチャチャイとかどうしてんだろうね。は踊ってますよ、うん、モデルさんのお仕事とかも、ね、はい、はい、モデルもやったりとか。でも2人で最近だから飲むことが増えて。2人だけで。いや、そうなっちゃうんだよね。そうなっちゃうんです。だから結婚してない人同士でやっぱ集まるから、ね、集まっちゃって、うん、朝まで2人で飲んで2人だけで、2人で行けます、ね、だから片方がどっちか結婚すると多分も残った方も結婚するか、もしくは後輩を連れ始めるかどっちか。なるほどね、うん、いいよ先行っていいよって。あ、いやもうりっちゃん先行って本当にいいからって言って二人でいつも話してて。続いては中澤裕子さんのこれまでを見てみることに。次々と結婚していく後輩たちを一体どう思っていたのか。もう本当ね、あの一緒にお仕事してる間はもう一切そんな話しなかったです。でモーニング娘。こう卒業していくタイミングがみんな違うんで、うん、抜けてからやっとプライベートの話ができるようになったんですよ。だから当時は付き合ってる人がいるいないの知らないし、うん、で気づいたら結婚するじゃないですか、うん、すごいよね本当に。アイドル結婚ラッシュ。うちは本当結婚してる子多いんで。石黒がトップバッターだったの。あやっぺはモーニング卒業してすぐ結婚しました。卒業してすぐじゃなくて結婚するから卒業したんだよね。まあ一応、まあ、あのいや卒業してから結婚しました。今もう子供3人いますもん。ね、ね、うん、さやかちゃんっていたね。さやかも2人います、子供が。すじちゃんも子供、こちらも2人います、うん、ね、ジョンソン。あら、そうだ、みきちゃんこの間赤ちゃん生まれました、無事。ギャグチだって、まりちゃん。あと誰がいんの。ヤスだけ、うん、あ、忘れちゃいけない、うん、ヤスだけに聞こえる。ヤスだけじゃなくてヤスだけ。ヤス、ほんとだ、ヤスだけ、ヤスだけ。あれナッチは。この後あの子はね、ナッチが一体どう